めちゃくちゃゃくく好きなななのって何なんんんででですか方ど芸人なんですかうんいやオードリーの「オールナイトと」と、うんうん、星野さんの「オールナイト」も聴くなあとは「アフターシックス・ジャンクション」っていうラジオがあって、うん、TBS ラジオのオビーのラジオでそれは情報番組としてすご,いすごい優れてるからそれ聴くのと、うん、あとなんだろうな昔はものすごい聴いたんですけど今はその3つをベースにしてあと。 今始まったばっかりの向井君のフラットも、き、聞いてますね。仕事しながら。結構めっちゃ聞いてますね。すいあ、流しっぱにしてるんですよ。はい、作業してる時は。テレビも見るし、ラジオも聞く。テレビはピンポイントで、面白いなと思ったものを、全録からピックアップしてみる感じで。ラジオは長しっぱにしといて。はいはい。ちょっと違うなと思ったら、あの、チャンネル変えて、うん、それで。っていう感じですね。あ、そういう生活なんですね。<ー>やっぱりもう、今でも。 トトップにいる伊院さんのトークはすすごかったです僕が中学生その30年前か、はい、30年前に伊集院さんのラジオが始まって一番最初に聞いたのが僕,その僕一番最初に聞いたのは伊集院さんのラジオなんですけど、はい、今でも信じられないかもしれないけどあの伊集院さんが30年前に起こしたことってとんでもなくて。 架架空空ののアアイイドドルル作ったんですよラジオで喋ってる時にこんなアイドルいたらいいなっていうのを言ったんですよね、はい、名前はじゃあ歯がゆいでみたいなこと言ってその名前適当に決めてだから今のバーチャルユーチューバーとかと同じの,の始まり、はい、あとはだっラジオで面白い人たくさんいましたよそれはトンネルズさんとか雲んさんとかうん、うん、ナイナイさんもそうだけど、えー、と僕がずっと好きだったのは電気グルーブだし、うん、あと、うん 福山雅治さんとかも、はい、デビューしてすぐぐらいにラジオやった時に、はい、デビューして世の中に出てるあの完璧なビジュアルと、はい、ラジオのトークがあまりにも違ってギャップがあったんです、ね、ああそれでね一気に人気になったんだよね。あー